こんばんは。今ちょうど夜の12時になるところです。もう今日早めに寝ようかなと思ってベッドで横になってたんだけど、なんか眠くなくなっちゃったんで起きてきちゃいました。でね、小腹が空いたんで芋けんぴ、芋けんぴ食べようかなって思います。これはね、日本で買ったやつですよ。え、どこで買った？スーパーで買ったんだったかな。さつまいも、砂糖、植物油脂、オリゴ糖、90g 入って、いくらだったかな、100円はしなかったと思うな。業務スーパーだったかな、業務スーパーで77円とかそういう感じかも。渋谷食品株式会社、高知県。そうか、芋けんぴ多分高知県有名ですよね。なんか何年前だろう、5年前ぐらいかな、もっと前かな、高知県行ったんですよ。あの時どうやって行ったかな、まず愛媛に飛行機で入ったかな、愛媛の松山に飛行機で入って、そこから四国の電車で乗り放題切符みたいなの買って、高知行って香川行って、徳島はね行ってない気がするんだよな、その時は。徳島は修学旅行に行ったことがあるけど、大塚美術館で。高知行った時もね、芋けんぴ買いましたよ、地元のスーパーで。ちょうどこんな感じだった。お土産用の、いかにもお土産用のやつは高いんだけど、スーパーに行ってるのは割と安かった。うん、こんくらいの感じで100円ぐらい。だから高知はあれなんだよね、カツオのたたき、カツオが有名ですよね。なんかなん、わらかなんかで焼くやつが、あれも食べました。まあちょっと高いですけどね、なんか地元の観光スポットみたいな、市場みたいな、フードコートみたいなのがあって、そこでね、5切れで300円400円ぐらいかな、覚えてますよ。高知には一泊したの。高知一泊。松山は3泊ぐらいしちゃったのかな。だからトータル4泊で行ったのか。多分ね、四国乗り放題切符2日間で8000円とかだった気がする。3日かな、多分2日。
で、その2日で一周したの。松山からぐるっと回って左側から回ってでね、ちょっとした観光列車みたいなのもあって、なんか四つ鳩が乗ってた漫画の。あとね、JR の主要の駅にアンパンマンのスタンプラリーがやってた。アンパンマンの作者、柳井隆か。彼が高知県出身なんじゃないかな。アンパンマンミュージアムとか多分あるんだよね。なんで、だから普通列車だけで2日間かけて一周したんですよ。で、1日目に松山から高知まで、2日目に高知からまたぐるっと逆側回って松山まで、逆側回ってる間に金比羅さんみたいなの行きましたね。階段ずっと登っていくんですよ。でもね、確か階段登ってて門かなんかの前で僕折り返してきた気がする。時間なくて、電車の時間が迫ってるっつんで折り返したと思います。でもうどん屋さんはなんか入った。覚えてるよ。そうだな、うどん屋さん入って、そこにヤングジャンプかなんか置いてあったんですよ。で、それの表紙がね、ノーネンレナだったんだよね。それを覚えてて、ただその時ノーネンレナじゃなくてもうノンになってたから、どうだった？どっちだろう？まだ能年沼時代かな。でもメディアに、マスメディアにはほとんど出ない、出なくなってたから、あ、珍しいと思って。なんかよく覚えてる、そのタイミング。その時に芋けんぴ、さつまいも好きなんですよ。あんまりこう味付けされてないさつまいもが好きですね。大学芋でなんか結構ギトギトに味付けちゃってるので、ね、あんまり好きじゃない。四国はね、その後にも一回行ってるんですよ。
その後に行った時は香川の高松と愛媛の松山と今治も少し寄ったかな。小豆島、あれはどっちになるんだ。小豆島は香川県かな。小豆島も行った。香川ではうどん食べて、あとね、なんかね、名物の鶏のなんていうんだっけ、ね、鶏を結構なんていうんだっけ、なんとか鶏を丸焼きにしたような感じのやつ、丸焼きとは言わないけど結構豪快な。鶏肉忘れちゃった。それを食べました。小豆島ではね、そうめん、オリーブも有名で、オリーブそうめんっていうのがあって、これ食べたかな。あれなんですよ、あの映画にもなった小説で8日目のセミって、最後に八日目の蝉の最後の舞台が小豆島だったかな。親子で小豆島に住んでたんだよね。ちょっとそこに出てくる聖地巡礼的なこともして、レンタカーで回ったんですね。一応バスもね、数は多くないけど出てて、有名どころはバスでも回れるっぽかったけど、レンタカーにしました。食べ終わっちゃった。 90g、 小豆島で愛媛もまた行ったんですよね。あの道後温泉とか、道後温泉のね、あの本館っていうんですか、有名な方、あれがなんか改装中だったのかな。いや改装中ってことはないか。でもなんかすごい制限して、人数制限かなんかして、すぐ入れるって感じ、行けば入れるって感じじゃなかったんですよね。だからその近くにあるなんかちょっとあれも道後温泉なのかな、道後温泉なのかもしれないけども、違う建物の温泉か銭湯かわかんないけど、そっちに入りました。すぐ、うん、そう、さっきはどっちも待ったけどな、なんか20分くらい待った気がするな。
並んでますよ。で松山では あれですよ、みかん、姫マドンナかな、ブランド名は。品種の名前が何だよ、あかり、あかりなんとかですか、忘れちゃった。食べた気がします。高いんですよね。姫マドンナはの確か ね JA を通すと姫マドンナっていう名前になるんですよ。名前違ったかな、多分でもそんな感じの名前 でそれでブランドの名前つくとちょっとなんか高い。でもスーパーとかなんか直売所みたいなとことか、あるいはなんか普通の民家の家の前にこう無人で販売してるったりするんですよ。それは農協を通してないから姫マドンナとは名乗らないで、なんつったかな、あかり26号みたいな、なんかそんなロボットみたいな名前だった気がするんだけどな。そんな感じの名前で売られてて、そっちはあんまり高くなかった気がする。1個換算にすると100円以下だった気がするな、多分。高松で一泊したし、小豆島でも一泊したし、松山は多分二泊したな。楽しかったですよ。うん。食った食った。芋けんぴの思い出を語るだけの地図。次なぁ、日本戻ったタイミングとかでどっか行きたいとかあるかな。中部あたりかな、長野岐阜とか、まあ北陸も行ってはいるんだけど、まだまだ見てないとたくさんあるから考えとこう。九州だな、五島列島行こうとして行けなかったことがあるんですよ。五島列島を予定して、もう全部飛行機とかホテルも取ってたんだけど、コロナが流行っちゃって行けなかったことがあるんですよ。キャンセルしてね。いやそう、あれはね、航空会社に直接予約しないで、ネットの旅行サイトみたいなところで予約、格安チケット予約したらね、一切返金されなかったんですよね。嫌な思い出だ。航空会社だったら返金してたんですよ、コロナだから仕方ないっつって。でもそれで2万円ぐらい吹っ飛んだかな、確か。いや結構五島列島行くの大変なんですよね。福岡から行くか長崎から行くか、船で行くか飛行機で行くかっていうのもあるし、もう一回五島列島チャレンジしたいな。バラカモンの島ですからね、行ってみたいですね。はい、芋ペンキ違うな、芋けんぴだな、芋けんぴ完食しました。